弥彦娘は県内で最も出荷が早く、鮮度を保つために枝付き、根付き、葉付きで出荷される枝豆です。今日は JA や青果市場の職員が新潟市秋葉区の金津小学校の児童に枝豆の生産過程や食べ方を指導しました。まあ、スーパーと見に行きますと、袋に入った状態で、販売されているのが多いです。そういった中で、今回今もぎ取っていただきまして、枝豆っていうのはこういうふうにできてるんだよってことを、していきたいと、いただきたいなと思います。児童たちは枝から鞘をもぎ取り、茹でる様子などを見学しました。いい香りしてきた。枝豆よ、児童には枝豆が一束ずつプレゼントされ、今晩は家庭でも弥彦娘を味わうということです。